ルミナスエンジンのテクニカルディレクターを担当している小野と申します。開発環境の設計や計画をするほか、ツールの実装や CPU の最適化を行っています。 CEDEC では過去に3回講演したことがありましたが、 GDC での講演は初めてでした。ルミナスプロダクションズからは松田さんが講演されました。松田さんのセッションでは、フォースポークンで使われているグラフィックス技術全般について紹介し、私のセッションでは AMD、マイクロソフト社と協業によってフォースポークンに実装された新技術について紹介しました。オンライン形式での講演だったので、視聴者とのやり取りがなく直接感じにくかったのですが、講演後は多くのメディアで取り上げられていて、AMD、マイクロソフト社の新技術やフォースポークンに対する注目度の高さを感じました。ダイレクトストレージに対応することで M2 SSD の性能を最大限に引き出し、ローディング時間を限界まで短くすることができます。現在の PC ゲームではローディングに10秒以上かかることも多いのですが、フォースポークンでは1秒でロードできるシーンもあります。 FSR2.0 は描画負荷を抑えつつ高解像度を出力できる技術で、これによってより快適にプレイを楽しむことができます。画質化、パフォーマンス化、モードを切り替えることができるため、プレイヤーは目的に合った品質を選んで遊ぶことができます。実装自体は AMD、マイクロソフト社からの直接の協力も得られたため、問題なく進められました。一方で、ダイレクトストレージを使ったローディング高速化では、アセットの初期化がネックになっていて、改善が必要な状態です。通常の最適化だけでは難しいところもあり、ダイレクトストレージの GPU デッコンプレッションが公開されたら試してみたいと思っています。 GPU デッコンプレッションによるパフォーマンス改善に期待しています。現状どれほど効果が出るのかはっきりとしませんが、改善できるのは間違いないので、他の最適化と合わせて対応することでローディング1秒という次世代のゲーム体験を届けられるように努めたいと思います。もちろん対応します。実際すでにフォースポークンには組み込まれています。今後のアップデートもフォースポークンではいち早く取り入れてユーザーに提供できるようにしていきます。 PS5 は専用のハードウェアによってローディングがとても早いですが、 M2 SSD の PC であれば PS5、PC のどちらでもほとんどローディング時間を気にすることなくプレイできるようになります。 AMD のグラフィックス技術は PS5、PC どちらでも利用可能です。PC 版ではオプション設定を変えることで、ある程度の幅の PC スペックで快適にプレイできます。詳しい話をできる案件はまだないのですが、今回のようなゲーム内の技術はもちろん、アセットの自動作成など、開発に使える技術なども幅広く取り入れていきたいと考えています。今まで一応セデックでやってきましたけど、なんかその大々的に取り上げられるようなネタって自分が担当したことはなくて、今回その業界幅広く興味のある内容だったりとか、まあそれプラスの GDC って言われると世界の人がよく見るところで講演できたっていうのは非常にいい経験だったとは思っています。